いや、しかしいいことないね。男子師匠は亡くなるわさ。今週はさ、焼肉屋、焼肉行ってさ。ほいで、ネットでまたさ、焼肉美味しい店みたいんで、焼肉美味しい店、未亡人。喪服がベトベトで。ね、未亡人、喪服がベトベト、マイナス未亡人、マイナス喪服がベトベトにしたら、あれマイナス、グーグルはね、マイナスをこう入れるとそのキーワードは削除される。便利でしょ。今みたいに引くと美味しい焼肉屋さんが大体、ね、引けますから。ただ美味しい焼肉屋さんと和服がベトベトになってる未亡人のね、AV。ただ美味しい焼肉屋さんがその AV 途中に出てくるってことだよね。それも当たってるってことはね。まあいいや。それで普通に美味しい焼肉屋さんみたいのを、その時僕の移動しやすかった場所でこの辺で探してしたトップにあるやつが、じゃあこれ行ってみようかなみたいな。で、割とトップにあるとこ行ったからって前よりは結構ないんだけど、ね。なんかだって、わかんねえけど、5人が5点つけたらもう5点になっちゃうんだもんね。でも、それが150人ぐらいのコメントが、149人5点つけて、1人が、もう、すごく牛に対して深い思い入れのある人で、涙でしょっぱすぎたっていう、もうすごくね、しょっぱすぎたっていう理由で1つけちゃったりすると、そいつ2になるわけだから。まあまあわかんないけど。行ったらさ、で、それが、その1位の通り、うまくてさ、その焼肉屋さんがうまかった上に、まあ、最初行ったら満員っちゃ満員だったんだけど、どれくらいかかりますかみたいなことを言ったら、30分って、いつもはもうそれでやめちゃうんだけど、じゃあちょっと近所で時間潰してるんで、携帯に電話くれるってありですかってありだっつってくれて。で、携帯電話して行ってさ、そしたらそこの店長みたいな人がさ、あ、こいつテレビ出てる食いしん坊で、あ、方々で悪い噂流すやつだ、つって。ね、もう必ずこいつが来るとお店をとことん悪い噂を流して、もう、で、いじめ抜くやつだ。最終的にもう何、追い詰められたご主人が亡くなった後に、未亡人が喪服をベトベトにしながらの、あいつだろ、なんつって。あの作品に出てるやつだ、つって。あの時検索したらトップに出て、もうこれが見たくないからマイナスをつく、あれだっつってね。その、店長のやつが思ったんだろうね。ほいで、その、なんかさ、ここだ、ここぞとばかりに、ここでいいとこ見せたろっつって。伊集院光のあの食いしん坊デブがもしここが美味しかったみたいことをちゃんとラジオで言ったら、噂によると、その後その噂を聞いて、6、7人の奴らが来る。それぐらいのタレントパワーを持っているぞっていうね、ことを思ったのかわかんないけど、ちょっと手厚くしてくれてね。で、その店長の人が肉自慢の人で、なんかその、この肉はこうでしてみたいことすごい言ってくれる人で、で、まあ俺はわさびつけたいんだけどつけさせてくれないみたいなとこもある人でしたけど、ね、これはこれぐらい焼いてみたい。この肉に関してはこれぐらい炙って、はい今みたいな。ぼんやりしてると。もうぼんやりしてるともう、その、今ですから、今、ああ、もう、ああっていうぐらい、横で一生懸命やってくれて、このお肉はこういう、ね、説明をしてくれたんですよ。牛っていう動物なんですけど、こう角が生えてまして、スペインの方ではですね、こう、闘牛って赤に興奮して、ああ、そうっすか、はい。もう焦げてますけど大丈夫ですか。これに対して馬っていう動物もおりましてですね、可愛い目をしている。可愛い目かどうかもう主観になっちゃってますが、そうなるともうキリがないですけどもね、なんつってね。ウロっていう動物がいたらいいですね、希望。みたいな、そういうのになっちゃって、もう。一生懸命の店長さんがついて、うまいの、うまくて。で、キムチもうまいんだけど、わかったなーなんつって、帰り道。で、しかも閉店ギリギリのところで入ったから、もうさ、俺が食い終わったらお掃除するような状況だったりするんだけどさ。で、帰って、家帰って、わかったなーと思って、何の気なしにツイッターを見たら、ね、そこのバイトの人だろうね、バイト先に今、移住員が来てるっていう、ね、店の名前が書いてあるわけでもないから、いいんだけど、俺の気持ちの問題だけで、いわゆる世間で言うような、どこどこホテルの誰さんが誰々にどこどこに何がみたいなことではないんだけど、でももう、まだ4分しか経ってないけどっていう、で、でけえとか書いてあるわけ、なんかそれが、で、なんだろうね、そういう嫌なこともあるね。男子師匠が死んだのと同列に並べる、同列に並べてやりましたよ。同列に並べるぐらい僕は元気ですわ。
なんなんすかね。もうそろそろ浸透しててもよくないですか。それってあんまりいいことじゃないみたいな。まあでいて、それを知ってるけど別にバイトだからいいんじゃねえのみたいな。ね、お前らなんか、俺らのおもちゃなんだから芸能人なんかっていう、まあ、意思があればあったでぶち殺したいですけれども。ぶん殴りたいですけども、そうなんだ。だからもうそのお肉屋さんのお肉の美味しさと、その数分後に書かれたっていう嫌な気持ちみたいのが、ない混ぜになって、ああ、なんか、3日後ぐらいにもうすぐもう一回行きたいって感じだったけども、2週間ぐらい後に行こうっていう、今感じになったりとかなんですけど、あとお肉で思い出したんですけど、今世の中が、ゾンビブームだと思うんですよ。ね、あ、お肉とくっつけない方が、お肉とくっつけない方がいいですよね。お肉と白滝はくっつけない方がいいですよね、あれね。色変わっちゃって硬くなっちゃったりしますからね。じゃあ一回 CM 入れてからしましょうか。ゾンビブーム。ウォーキングデッドっていう、アメリカもんのまた連続ドラマを、これ面白いですよ、つって、もらったんですよ。ね。で、それ、ゾンビもんなんね。で、それとあと、スピリッツ、面白い。面白いスピリッツ、面白いスピリッツに、アイアムアヒーローっていう、ゾンビの漫画。な、正直面白いし。で、あとは、さて言っちゃわかんないな。別冊漫画娯楽に、相原浩二さんがゾンビの漫画書き出して、これもちょっと面白そうなのね。で、ちょっとこれだけ、なんかちょっとゾンビ来てんなっていう俺の中で感じなんですけど、そのウォーキングデートっていうのは、去年ぐらいからやってたのかな？去年アメリカのケーブルテレビみたいのでやってて、で、日本では FOX かなんかが権利持ってて、でも、そのシーズン1は、DVD ボックスみたいに多分なってると思いました。それでシーズン2が今始まってて、で、シーズン2もやりますよ、みたいな。DVD になりますよ、みたいなやつで、伊集院さんどうですかっつって。で、ウォーキングデッド見たんですね。要は朝起きたら、街中みんなゾンビになってて、どうしよう、みたいな話なのね。ね。で、まあね、なるべくネタバレしないようにしますね。ネタバレしないように言いますけど、まあ、起きたら、みんなゾンビなんですよ。で、ちょっと面白いなと思ったのが、ゾンビって、なんかもうすでにかなり古典的な、日本でいう鬼みたいな感じになってる、なってんだなと思うのは、ゾンビっていうのは死んで、その死んだ人が生き返って、ウェーって言って歩いてくるやつですと。それで頭を打ち抜くと死にますと。それで人間を食べますから、人間に噛みついてきますと。で、噛みつくと、そいつは死んじゃってゾンビになっちゃいます。みたいなやつはもう基本線で押さえておいてくださいねっていう感じなんですよ。それはもう全部、決まり事ですっていう感じで、さてどうしよう、家族はどうしているのかな、友達はどうしているのかな、それとあと起きたらそうなってるからどういうことなのこれみたいな、感じで始まるんですけど、まあゾンビものってまあ大体そうやって始まりません？大体そういう風にして始まる古典的なまあ始まり方じゃないですか。でゾンビものの映画ってまあ2時間ぐらいのパッケージで何でもそれが始まって最終的にバッドエンドもまあグッドエンドもあるけども、なんかその、話解決しましたになるわけじゃないですか。それを1時間ドラマでまずワンクールとかまず6本やって、でエピソード2で今度また6本やるってことは12時間持たせるってことじゃん、それ。なんかすげえなっていうか、すごい引っ張り方だなと思うんだけど。で、アメリカの今ドラマの主流ってこうなんじゃないかなと思うのは、最初の1話をちょっと長めにするんですよ。最初の1話を90分スペシャルぐらいにまあするんですけど、ここにありとあらゆるこのドラマ面白いですよっていう要素を全部ぶっ込んでくるのね。全部ぶっ込んでくるから、なんかそのパターン、ゾンビに囲まれてどうやって脱出しようパターンから、あと子供のちびっこゾンビ撃っちゃっていいのみたいな葛藤から、それからあと昔の知り合いがゾンビで来たのを俺は撃つし涙ながらに撃つしみたいな、えいいの全部だけどそれっていう感じのやつがありとあらゆるやつ、ゾンビもののパターンのやつがこう全部こうやってバーって入ってきて、で、その後2話とかももうなの？もうそういうシーンあんの？っていう。俺、それが肝なんだと思ってたけども、みたいのが、どんどん出てきちゃうのね。で、これもアメリカのドラマのパターンだなと思うのは、そういう大サービスをやりながらも、2段階ぐらいの謎を、まず、なぜこうなってる？みたいなこと。ね。それと、いくつか、
途中からあいつ最近出てきてないけどどうなってんのみたいなやつを残すみたいのはまあちょっと散りばめたりとかしてんだけど、6話一気に見て面白くて連続で6話見て、これでエピソード2みたいなやつはあのまだ DVD になってないからお預けかと思ったら、あの今割とよく宣伝してるさ、ネットで宣伝してるさ、1ヶ月いくら払ったら、アメリカドラマいっぱい見れますっていうさ、フールーっつったっけ、プレステ3とかからも見れる、それフールーってやつでもうすでにセカンドシーズンの4話ぐらいまでやってますって言うんで、じゃあそれも見ちゃおうと思ってさ、でこれ連続で見てんだけどさ、もういい加減なんでか言えよって感じで、いいかなんでもう10話になってるのに、10話になってるのにこいつらなんでかを一回も疑わないの、一度も疑わ、普通なんでって思うだろうと思うんだけど、そういうものっていう、そういうものの間で不倫とかしてやるのこいつら。なんなんだよお前、なんか、まあ、さておき恋とかしてんじゃねえよとか、さておき兄弟喧嘩とかしてんのに、ね、こいつこんなんか、そのいろんなやつの中で。で言ってさ、そのゾンビのさじ加減、もうさ、ゾンビっていうものは実際にあるわけでもないし、なんかその、ゾンビだからさっき言った、お約束のあの緩い感じはあっても、それ以外のゾンビの機能ってさ、ある意味、どうにでもしていいじゃん？実際いるわけじゃないから。ゾンビの団体の人が、僕らはそういう書き方されるの侵害なんですけど、つって、ね、思いっきり怒られたら顎の骨がポトッと落っこっちゃったりとか、そういうね、マンホールから出てきたりして怒ったりとかっていうのないから、なんかその輪その輪によって、ちょっとゾンビのそのさじ加減が、違うっていうか、あれ足速くねこいつとか。そう、あれ、最初に出てきた時は、いわゆるゾンビで、ゾンビだからあんまり速く歩けませんみたいな感じの、ウェーって言って、ね。で、出てきて、ほいでゆっくり追っかけてきてたのが、なんかこう、足すげえ速くねこの回っていうのがあったりとか、あと、最初は、もうゾンビは、人間見ると全部追っかけてきて、音にすごい、あの、敏感で、人間の生肉を食いたいから、すごい、その、どこまでも追ってくるみたいな設定だったのが、影に隠れてそっと歩くと大丈夫な回とかあるの。そのさじ加減が、でも、そういう奴らだったからって言われる。いや、こいつゾンビの前段階で、結構蓄能気味で苦労してたから、鼻ズコズコ言ってたし、花粉症のままゾンビになったやつだから、こいつはあんま匂い大丈夫みたいなことだって言われちゃえばそれまでなんだけど、なんかそのゾンビのさじ加減がすごいんだよね。で、なんかわかんないけど、めちゃめちゃゾンビ出てこない、その、日とか。それもわかんないけど、その時も、だって周りにたまたまいなかったからって言われちゃえば、しょうがないじゃん。しょうがないじゃん。なんか多分会議でそろそろゾンビ出さなきゃまずくねみたいな時に急に出たりとか、そういうさじ加減ね。で、あとゾンビ映画の、中で自分がいつも思うことなんだけど、結局さ、大体建物ゾンビに囲まれてさ、まあ、銃持ってれば銃で戦うけどさ、銃がなくなっちゃったりとかするじゃん。で、そうするとさ、斧とかさ、その、割と鈍器系のやつでさ、バットとかさ、木の棒とかでさ、もう腐ったゾンビが向こうからウェーって来るやつをさ、その、反射的にさ、斧を振り回して頭をバーンってぶっ飛ばすシーンって、これも絶対あるじゃん。で、出てくるわけ、今回も。なんかその裏口みたいところに次から次3、4人ゾンビが来るやつを、大きな丸田んぼみたいなやつで、バーン、バーン、ドギャー、ブチャー、ウェー、バターンみたいなのあんだけど、俺絶対俺の性格からすると、ボールの上を擦ると思うんだよね。絶対あそこで絶対このゾンビを、このゾンビのドタマをジャストミートしないと仲間が死んじゃうんだよって言われたら、しかも3体向こうから来てて、お前のその棒しか生き延びる術はないんだよって言われた時に、絶対もう1球目で擦ると思うんだよ。1球目で、かろうじて当たるぐらいのファールチップになってゾンビの頭の皮だけズルって向けたまま、普通に、まあ向けましたけど僕あんまり関係ないんでって、あいつあんまそういうところをさ気にしない人だからパクって噛まれて終わりだと思うんだよね。あいつら割と野球の心得のないやつでもちゃんと3球連続でかっ飛ばすよね。俺絶対無理だと思うんだよね。絶対肩に力入っちゃうし、あと早く左肩が早く開いちゃうと思う。その
絶対思いっきりかっ飛ばさなきゃって思うと、本当は腰の回転から手がついてくるぐらいのスイングの方が絶対いいんだよ。ね。それが、多分左肩が空いた上にドアスイングになっちゃうから、先っぽ引っ掛けて、ゾンビの耳だけ、本当はゾンビのドア玉の真ん中を芯でバーンってやるつもりが、俺開いちゃってるから。思った以上に、またしかもゾンビちょっとアウトコースに沈んだりするから、あいつら。足のバランス悪いからさ、ちょっとアウトコースに沈む球を開いちゃったら、ジャストミートする予定が、ゾンビの耳だけをピチーンそれなくねっていう今俺バーンやられて一番美味しいところに耳ピチーンってなんだよみたいな絶対そうなると思う俺多分ね耳ピチーン1匹目耳ピチーン2匹目耳ピチーンだよねそれで3匹目は絶対開いちゃダメと思ってるところに今度ゾンビも全部外に流れてインに流れ込んでくるゾンビがいるでしょ差し込まれて根っこ完全に根っこだよねで、森野が取って一塁投げて、もう全然、もうあそこでランナーも進めらんねん。二塁ランナーを三塁に返すことも、三塁に進めることもできねえんじゃねえかっていうのが、俺のもうゾンビ見てるとき、なんつうのかな。緊迫感。すごい緊迫感。街中ほとんどゾンビになってるじゃん、そういうのって。大体、まあね、街中ほとんどが、まあゾンビになってるわけ、これも。ね、なって、うわーって来るじゃないですか。で、いて、そういう状況の中でね、民主主義的にはどうなのっていう。もう人なんてみんなゾンビになった方がいい人ってなっちゃうと、あ、でもあいつらウガガだからな。基本的にそれに対して別に投票したりとか立候補したりとかしないからないんだけど、いつも思うんだけど、あの時って、まあ、絶対的にもうゾンビになった方の勝ちだよねと思ったりしてね。で、あとアメリカのドラマの、どうしても俺の納得いかないところって、日本人感覚なんだろうけどね。多分これ日本人のずっと昔から持ってる美徳とかそういうものなんだと思うんだけど、フラッシュフォワードの時もそうだったけど、例えば主人公が男で、その奥さんとかその彼女みたいな人って、いろんなドラマにおいて、この主人公が絶対絶命のピンチになったりとか、まあ、その会えなかったりとか、なんかそういう時に、結構簡単に女の人が、他の人と寝るよね。その時になんかわかんないけど、急に冷めるんだよ、俺の中で。だって死んだと思ったからみたいな。これも1話の序盤でもう、なんかその、女寝るんだよね、他のやつと。全然寝るんだよ、普通に。寝てて。ほいで、後でちょっと切れたりとかするわけなんか。死んだと思ったからつって。なんかそういうのがアメリカドラマの俺の入れないところと、あとなんで俺は日本のドラマを全然見れないっていうか、全然見る習慣がつかないのに、アメリカのドラマは意外に見れんのかっていうので、まず一つは思ったのは、日本のそのドラマは、その、多かれ少なかれ知ってるじゃないですか。ね。松島奈々子ってもうちょっと普通、ちゃんと返事するよって思ったりとか。あと、やらしてくださいってと承知しましたって言わないよ、あいつって。それを思っちゃう。どっかで思っちゃったりとかするし、ね、キムタクそんな寒いところで苦労させないよ、事務所はってちょっと思ったりとかする、その幼稚な、すごいバカな見方。要するに、これはドラマだっていうことをすごい思っちゃうっていうことが一個と、あとね、待てないんだよね。結局。この今回の、ウォーキングデートとかも、結局、DVD だと次のはもう見たきゃ見たいだけ、ずっと見たいと思った気持ちが続いてるったら続いてるだけ、ずーっと見れるじゃないですか。だけど、家政婦の見たを、見ようとしたら、面白いと思っても、もう一周待たなきゃならないじゃないですか。一週間も持続しないし、もっと言うと一週間もストーリーを覚えてられない。まあ、この一週間ストーリーが覚えてられないっていうのは、もうひどい状態で、漫画も一週間がギリなのに、救済するやつとか結構今多いじゃない。割とそのペース配分して、ここ一週救済、誰々先生取材で何週休みってなるじゃないですか。そうすると覚えてられないんだよね。俺ヒストリエの七巻久々出てさ、買って読んだら、何もわかんない。6巻までに何が起きたのかを、何にも覚えてない自分に気づくの。この主人公の人、何だったっけとすら、昔なんだよなっていう、その、昔だったっていうことしか思い出せなかったり。だから、一気に
もう週刊連載、週刊放送ついていけなくて。で、しかも思った日にガーって行かないと、その、思った日にガーって行ったら、その後の再会もないってことが多くて。俺多分これでウォーキングデッドの5から先を見るかどうかが微妙。あの、見る気力が残ってるかどうかが微妙。あれとかそうだもん。バカボンドってあったじゃん。バカボンドも、最初パラパラ読んだより追えなくて、全然ストーリーが、まして歴史も全然わかんない、追えなくて、連載を読むのをやめて、これで12巻か13巻の時に急に火がついて、一気に13巻読んで、再開したら全然それはもう再開の兆しもないわけ。なんだ、これってどうすれば治る？どうしたら元のよう、もう何なの？年寄りになっちゃったらもうこういう、あんなに覚えてたし、心のどこかに来週どうなるのかって思ってたよね。例えばドカベン読んでて、小学校の時ドカベン読んでて、で、その横浜高校のドモンが投げた最後の一球が、空振り、ファールチップだけど、キャッチャーの谷津五郎が取って、メイ君敗れたってなって、うわーどうなっちゃうんだよって一週間覚えてて、一週間後にファールチップ実は落としてましたで、ね、よかったって続けられたのに、もう全然そういうの続けられないっていうか、持続してられないのは、楽しいことが増えたからなのかな。一週間あの頃より楽しいことがいっぱいあって、この楽しいこと、この楽しいこと、そんなわけあるか、お前。でもそういうさ、朝起きたらゾンビがいっぱいですっていうことじゃない。でて、全くその理由はわからないまますでにシーズン2っていう、まあわからないどころか、その理由を探ろうっていう動きもないまま、そのシーズン2だったりするので、で、やっぱり不安なのは、その、フラッシュフォワードもそうなんだけど、なんつうのかな、その興味を持たせたりテンションを上げさせるっていうのはアメリカドラマうまいっていう、もう絶対そういうシステムがあってやってんなっていう、最初の1話にサービスでこれぐらい入れてくださいと、それといくつかの謎のうち、その話で完結するもの、3話で完結するもの、最後までなかなか完結しないものみたいな、これぐらいのペースでは絶対レシピを持ってると、ある程度のレシピらしきものを持ってると思うんですね。でいて、結局これがさ、エピソード2で終わるか、1で終わるか、4まで行くのか、6まで行くのかって、ね、わかんないでしょ。多分決めてないと思うんです。ね。ほぼ行ったらいいな、行ったらいいなと思ってると思うんです。でいて、最終的に、すごいこう、ボロボロになって終わっていくっていうのが、俺の中でアメリカのシリーズものでドラマに限らず映画とかでも、そこまで絞り切るんだみたいな。メジャーリーグ3、もう下手さ7ぐらいまで行くぐらいのつもり、入りさえすれば、入んなかったらそこで終わりなんだけど、なんかその、中途半端にこう、引っ張って引っ張って絞りかすに していくから、オチまで行ってよかったって思えるのかどうかっていうと、これで終わりっていう感じにも、だってゾンビのあんだけ理由言わないでくると、夢かーっていう。夢かってなるか、全員ゾンビになったけども、意外悪くないね、ゾンビみたいな。デオドラントとか気にしなくていいし、みんな猛烈にくせえしからさ、みたいなので終わる可能性もあるじゃんか。で、そのことに、の恐怖でいっぱいになったら多分俺続き見ないと思うんですね。なんかすごく暇な日に、残り3話ぐらいのやつがドンってあれば、多分続きも見ると思うし、もっと言えば、そのエピソード3も出てドンってあれば、ずっと暇な日にそれが全部手に入れば見ると思うんですけど、ゆっくりゆっくり、もう次のエピソード5出た、見よう、6出た、見よう、ごめん、エピソード2の5話が配信された、見よう、6話が配信された、見よう、で、エピソード3出たって言って、追っかけていく途中で、これ追っかけた先に、とんでもない砂漠が待ってたらどうしようみたいのになっちゃうと、おそらく、それっきりになっちゃうのかな。一応今日もファックスとメールが入っておりますので、メールがバカアットマーク tbs.co.jp、バカアットマーク tbs.co.jp、ファックスが東京 03-5562-9540、東京 03-5562-9540、何かありましたら送ってください。お待ちしております。